言うて今日昨日から合わせたら俺何時間歩いてんだこれ。そうや、昼飯も食べ損ねてますしね。でこれで大通りね。これで明治バイパスじゃねえや、21号かな。これは21号ではないか。21号はもうちょっと奥か。その下作った方が店名っぽいな。あ、よし、向こうから行こう。なんかすごいところ曲がってきたぞ。バス来んのここ。あ、改装か。なんだなんだ、急にすごい風になりましたね。あれ、これ堤防に登れ寝落ちか。テニス屋さんがあるよ。テニススクールやってるわ。あっから登れる？登れなさそうだな。こっちに出た方が早そうだな。ちょっとこっちの方にぐるっと入ってみよう。テニスラウンジ。うわ、すごい傘。なんか急に風がすごい出てきて。これにスッと行ったら、あかんな。こっちから行こうか。でも多分あの橋を渡ったら、水欲しい。なのかな。ここはギリギリだから岐阜市じゃないのかな。いや、さっき。こういう土地は、あ、とりあえず通りの方に出よう。でも大通りのすぐ一本入ると、地元の方の憩いの場になってる感じなんですね。あんなところに、ね、西岐阜の来々亭があるんですよ。一応渡って向こうに行けんだ。渡っていきましょうか、橋。渡れるんだ。あ、普通にこうじゃ早かったんだな。いや全然距離はあるんですけどね。風があるせいもあるか。ちょっと圧迫感を感じますね。こんなところに西加賀島のバス停あったんだ。ここがターミナルになってるんですね。これはすごいな。座地元の人向けですよね。これで小鳩橋。風が出てきちゃったな。すげえ、すごい風。これは川戸橋でいいのかな。えらい風が出てきたけど。わ、足の上すごい。
うわうわ、これは風すごいな。そうだな、これはですから、うん、やっぱり21号線ではなくて、岐阜面白いですよね。所轄の管内がここから変わりますよっていうのがわざわざ案内で書いてあるんですね。いやーすごい風。いやちょっと待って、今ね橋の真ん中まで来たんだけど、ちょっとねまっすぐ歩くのが大変なぐらいに風が強い。うわこれはきつい、大変だ。で北署と中署の分かれ目なんだ。渡った先に、あ、快活クラブがあるぞ。これだいぶ JR から離れてますからね。さてね、ちょっとすみません、川を渡ってる途中で電池が消えちゃったんであれなんですけどね、今は分かりますよね、あのゴミが天高く待ってた感じでお察しください。今めちゃくちゃ風強いちょっと長良川のど真ん中、あまりに風が強かったんでちょっと歩くのに精一杯でしたけど、とりあえずこれで川を渡、長良川を渡ったんで、これで北方町に入ってるのかな。もうだってほらもう回っちゃってるもん。すごい風だわ。これ下手すりゃもう歩いていった方が早いオチかな。ですからバス停に行こうとして、バス停に行く道を間違えた結果、一番早く徒歩で行けるルートで行ってますよね。しかしこれちょっとすごい風だ。降りてきたし、ただちょっとそこで止まって地図を見ようかとも思いましたけど、思いっきり小学生の女の子たちが遊んでますからね、ちょっとおっさんが、カメラ持ちながらね、こんなおっさんが、ちょっと地図をね、調べるにはね、ヘイポリス、もうね、北署ってなってましたもんね。おい、北署や、分かっとるよな、ね、中署みたいにそんなすんないと渡せませんぞと言われそうですけど、さすがに大丈夫。歩道橋ある。渡っとく。ここはでも、渡らなくても、ちなみにあれでゴード橋って呼ぶんだ。あれでゴード橋って言うんだ。確かにゴード町ってありますもんね、こっち。神の塔って書いて、ゴードってありますけど。道音なんだね。とりあえずこっち側をずーっと歩いてったら、これで、ね、もう、あ、でも、スノマタの中節橋は、右なんだ。
みずほまで4キロですからね、最悪歩けるけど、おこれはまた、ザイ浅い。さすがにもう、今あれですね、売り切れてますけどね。へー、あー、売ってたらあれだったな。ちょうどキャベツをね、使い切ったところですからね。まあ、うまいことキャベツが売ってるかどうかわかりませんけど。で、ここは、わざわざ地下道になってんだ。何？全方位で出れる地下道なんだ。じゃあちょっとここで、どこに出るのが得策か、ちょっと地図見てみましょう。一応、この、あ、バス停がそこにあるぞ。ってことは、当たったところで、あ、バス停あるじゃん。よしよしよし。あそこのバス停から乗れるはずだから。よし。よし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 。この中どうなってんだ？全部繋がってんの？十分歩いた、十分歩いた。よし。どうなってんだこれ？お、すげえ広い。あ、H 型の工事になってんだ。で、こっちから出れるの？あ、一応、自転車通れるように。使いますね。まあ、だいぶ急ですけどね。あ、すごい。で、ワークマンがあるけど、あ、高田島があるじゃん。でも来ましたよ。感じ違うけど、ゴードですね。ゴードバス停、これで、そう、この北方バスターミナル行ったらいいんだから。どれぐらいで来る？14時52分今で、次来るのが15時47分。歩くか。これに乗ってたら遠鏡寺前に行けるんだ。遠鏡寺前に行けるんだ。島原六丁目。1時間。ご飯食べたらいいじゃん。なんかご飯休憩、ご飯休憩。よし。もう手っ取り早くご飯屋探しますよ。よし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 。あ、なんかある。海鮮丼専門店。とっとや。なんだ、気になるな。串カツもね、気になるところですけどね。これはどっちかというと、そばと、ああいう感じですよね。ちょっと、お酒を飲みながらって感じですよね。かき小屋も出てますし。おぉ。ああ、ちょっと海鮮丼気になるな。あんな店初めて見たぞ。チェーン店みたいだけどな。気になるけど開いてる気配がないよな。やってそう。てるよな。ああ、閉まってそうだな。これ表玄関だもんな。あ、表こっちか。あ、こっちが表か。あ、ただあれだね。こっちが表なんだ。あ、ダメだ。今やっぱアイドリングタイムなんだ。ああ、残念。5時からか。ちょっと5時からだと帰り間に合わないな。ああ、今これは車で来よう。
まあ、あの情報は載せときます。一本裏入った方がやっぱ歩きやすいですよね。ボンフレ、フランス語ですね。ボンボヤージみたいなもんでしょ。適当なこと言ってんな。適当なこと言ってんな。だから私が喋れるフランス語はボンジュールとジュテームとプルコワと、あと、シルラビュー、これだけですからね。だからなんとなくね、それでね、フランス語が出るじゃないですか。一時期フランス映画にハマっていろいろ見てたんですよね。タクシーがね流行った時期ぐらいに、そう、いろんなフランス映画を見まして、まあね、フランス映画基本的にドロドロしたの多いですからね。日曜の、平日の昼間の東海テレビでやってる昼ドラぐらいのね、ドロドロ感をね、常に醸し出してくれてますからね。よいしょ。これは、大幅橋。天皇川。まあでも何かしら店はありそうだな。まあ、ここは完全に、そういうホテルですけど。あ、いいですね。こうやって鯉のぼりが掲げれる家っていいですよね。うおー、ただ鯉のぼりもちょっとこれね、バカの人こんだけ風強いのよ。ちょっと待って、これ前向けたら多分もう全く音入ってないでしょ。これだったら多少音入ってるかな。久しぶりにこの画角で撮ってるね。最近この画角で撮ってないけど、風が大向き島アゲンストなんね。いや、きついきつい、これはきつい。なんかいろいろある。よいしょ、ちょっと落ち着いたかな。快活クラブも出てきた。やっぱり何かしらちょっと喋るとかありそうだな。ちょっと、時間がね、3時頃なんでね、全然、食べ物屋さんの時間ではなくなっちゃってるんでね。あ、松屋がある。もう松屋でいいよ。これでも快活クラブの、何店なんだろう。これもしかして、これが快活クラブの、みずほ店かな。そう、地図で調べとったときに、みずほにも快活クラブがあるって言うんで、みずほの快活クラブに泊まろうかなっていう案も考えてたんですよ。ただね、駅からえらい離れてたんでね、いや、これはちょっと、これだったらもうあの大垣の店泊まって、駅出た方のが、多分早く、あの、みずほのね、小泉の駅前の辺りを回れるなと、踏んだんでね、そっちを避けたんですよね。あー、これ、でも一応遠距離曲がったらいけるみたいね。あー、何点ってなってる？何点って書いてないな。はあ、あ、でもここオープンシートしかないんだ。じゃあ8でよかったね。風強え。ラーメン、ガジロ、何？ここ伊勢伝って言うんだ。ガジ麺、肉食系だって書いてある。あ、いわゆるあれですね、二郎系ってやつでしょうね。はいはい、マシマシにできますみたいな書いてあるで。なるほどなるほど。ここは八屋か。はあ、あ、この辺りは俺は車でも走ったことないんだろうな。全然ピンとこねえから。で、これ曲がってずっと行ったら遠距離の方行けるみたいですけどね。歩くか。よいしょ。どうしようかな。
ットボールだとちょっとあれだしな、一人で入った、まあまあこの時間だったらまああんまりあれも関係ないか。いや、あそこもそうだな、準備中ってなってるし。あ、でも水補填ってなってるから、あそこが快活の水補填かもしれませんね。無難に松屋行こう。うわー、すげー風。っていうかずっと歩きっぱなしですからね。さすがにちょっと疲れてきましたよ。いやいやいや、考えてみたら全然腰かけてないもんな。最後に腰をかけたのはどこだ。あれ、どこで腰かけた。岐阜の駅出てから、あの西岐阜出てからずっと立ちっぱなしじゃね。座ってないもんね。あ、座ってないわ。あ、それ疲れるわ。よし、危ないでいいな。どうしたな。